分のリズムをつかめません。初回の阪神、トップの亀山、カーブをうまく左中間へ持っていきます。バッティングに悩んでいた亀山ですが、いきなりツーベース、結果を出します。2番の久慈が倒れた後、バッターは3番の和田。ワンストライクワンボールからインコースのストレート振り抜きます。打球はレフトスタンドへ、第2号。ここ3試合ノーヒットのモヤモヤを吹き飛ばしました和田。ヤクルトは阪神先発ヤブの変化球の多い組み立てに抑えられていましたが、4回5番のハウエル、スライダーを捉えます。ヤブの決め球スライダーを待っていたハウエルの16号で2対1、1点差。このヤブの丁寧なピッチングに対して8回、何としても追いつきたいヤクルトは代打攻勢です。ワンアウトから広永、そしてこのクラーク、連続ヒット。サード鮎川よく取ったんですが、二塁はセーフ。この判定に思わずベンチから中村監督抗議に出てきますが、もちろん判定は覆りません。ツーアウトとなった後、阪神はタフなストッパー古溝が登場です。場面はツーアウト二塁一塁、1点差。バッターピンチヒッターの大野、最後はストレート。ここは古溝の勝負度胸が勝りました。さあしのいだ阪神の9回です。マウンドは2回以降良くなった岡林に代わって山田。いきなりヒットとフォアボールでノーアウト二塁一塁。バッター途中から入っている南宗、バント、前進のサードとピッチャーの間を抜けていく、レフトまで行って、このバントヒットがツーベース。セカンドから和田、一気にホームへ。してやったりのベテラン南宗。阪神はさらに新庄、腕を畳んでのバッティング。この後鮎川にも連続タイムリーが出て阪神は6点、ヤクルトはハウエルの犠牲フライで1点返しただけ、6対2。古溝は12連続セーブポイント、ヤブは8勝目です。ということなんですが、それにしても阪神随所に気合いの入ったプレーがありましたよね。その場その時その一瞬をね、本当にね、大切にしてましたね。やっぱ点が動かない時にね、やっぱり大事なそのムードをね、大事にしようというね、姿勢が表れてました。だから最後にはね、やっぱり自分のところにムードが来ましたもんね、その気持ちを持ってね、やはりこうジャイアンツを追いかけてほしいですね。今日はもうあの阪神の方はね、気持ちが勝ってましたね、これからもこの気持ちを続けてジャイアンツを追いかけましょう。ヤクルトの先発はおととい危険球で退場した山部、仕切り直しのマウンドも1回フォアボールを出しオマリー、不振の主砲におよそ1ヶ月ぶりのアーチが飛び出し2対0。これで勢いづいた阪神は5回、今度は2人目小倉から石峰、15号スリーランホームラン。先制中押しと主軸がしっかり点を稼げば、6回には亀山にもホームランが飛び出すなど、阪神打線がすっかり元気を取り戻し、11安打10得点でヤクルトに快勝、念願の貯金1です。今シーズン初というより、去年の6月以来の貯金に中村監督、長かったなぁと感慨深く一言。